よいしょ。おっと、おっと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 。この間でかすんな、これ。よし。10ドル出して買った価値はあるな。そりゃ、バーチャルクリエイターだしね。こんぐらいやるでしょ。前回より名前ひどくね。おはようございます。バーチャル YouTube クリエイター照成光陽です。先ほどルミナスダイアリー本編で使うグリーンバックシーンを撮影していたのですが、どうにも不便な点が出てきました。そう、実写映像と VR 上でのシンクです。リアル上でカメラを置いて動くものを追うシーンだと、それがうまくマッチしているかどうかというのを判断するのは撮影してからでなければ分かりません。場合によっては大きくずれてしまって、自分が壁の中に入っている不整合が起きるんじゃなかろうかと。メートルで測ることができるメジャーを置いたんですけども、まあこれじゃまだ不十分っちゃ不十分ですよね。さて、こっからどうしたものか。一番いいのを頼む。フォトグラメトリー。なるほど。一つの物体やエリアを複数の視点で撮影した大量の写真から3次元空間を計測するっていうのをフォトグラメトリーっつうのか。ってことは、その気になればリアルの空間を VR に持っていけるってわけだな。こいつは面白い。でもお互いんでしょ。ほう。一番いいのを頼む。話をしよう。しかもよくセールやってんだな。今回も1万ちょいで手に入ったぞこれ。お、いきなりかよ。いやー、いいぜ、やってるよ。いやー、早速やってるじゃないの。まあいきなり部屋をね、フォトグラメトリーするっていうのはさすがにね、いきなりやるのはあれだとは思いますんで、まずは先にね、一つの対象物に対してのフォトグラメトリーをチャレンジしてみましょう。というわけで早速すでに撮ってまいりました。今回フォトグラメトリーする対象はこちら。はい、いつもの通りペプシでございます。で、このペプシをそのまんまフォトグラメトリーをして、このオブジェクトとして、用意することができるのかっていうのをチャレンジしていきましょう。出来上がったのがこちらでございます。どう見てもね、映ってほしいところが映ってないですよね。で、最後これね、テクスチャーを作るんですよ。黒つぶれしてるんだろうな。写真が。で、黒つぶれしてるから、うまく認識してくんないんじゃないかなと思うんだよ、俺。そういうことだよな。おそらくは。可能性は感じるものの、さすがに初めてだこのデータでしょ。どんなツールも最初は和解するところから始まります。うまくいけば撮影ワールドをいつもの部屋にするだけでなく、遠征先の特定スポットを VR へ持っていくことだってできるかもしれません。いや、これは楽しみですよマジで。